こちらはネクスコ東日本です。午後11時現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに外環を三郷方面へ向かわれる方にお知らせします。工事のため大泉ジャンクションから和光北インターまでの区間で第1走行車線と第2走行車線が規制されています。続いて中央環状線内回りの情報です。3号渋谷線三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロほど交通収集ですね、渋滞しています。ハイウェイラジオ関越道所沢よりお伝えしました。あなたに実装ネクスコ東日本。